メッセージを通し、カリスマセミナーを通して主の恵みが豊かに表されますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは改修賛美を東京アンティオケ教会のダビデ・マエダ牧師チームにお願いいたします。デイビッド・マエダ of 東京アンティオケ church to lead the, this time。3秒を持って主を礼拝していきたいと思います。最初にお立ちになる方はどうぞお立ちください。You need
私が表していく栄光と勝利というのは非常に大きなものとなっていこうとしなさいます。それをあなた方はさらに私が与えた言葉にとどまっていなさいとしなさいます。固く信仰に立ってこの言葉をしっかりと握り前進し続けていきなさいと主はおさられます。その力は私が与えようと主はおさられます。神の言葉に信頼し、また神に信頼する歩みをさらにあなた方は成し続けていきなさいと主はされます。あなた方が見る主の栄光は非常に大きなものとなるであろうと主はされます。それではもう一度お立ちになる方は立ち上がって賛美を捧げていきたいと思います。どうぞお座りください。では、献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しながら献金をしていきましょう。
するでは、献金の感謝の祈りを FRH 教会の大重牧師にお願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。 Thank you, dear Lord. ご愛の天のお父様、今日も変わらないご愛の中にこうして東京カリスマ聖会賛美隊の方々と共に御前に賛美を捧げることができてありがとうございます。今日も賛美と共に捧げ物の時をありがとうございます。これを聖別しご自身のご栄光のために用いてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお捧げいたします。アメン。それでは特別賛美をギフツチームにお願いいたします。I'd like to sing the song called The 輝く光の中へ。永遠の愛を伝えるために新しい命を受けて今歩きです。苦しみ悲しみ痛みも全て知ってる一人のお方がいる。あなたの求めてる Your answer is right here. Why don't you call His name? He surely hears your voice. 輝く光の中をあなたが涙を拭い前を向いて歩こう。一人じゃないから
りじゃないから」「たとえ何も見えなくても」「ひとつの確かな道がある」立ち止まらず振り返らずに走り続けよう今輝く光の中をあなたが歩けるように涙を拭い前を向いて歩こう一人じゃないから輝く光の中をあなたが歩けるように涙を歩こう一人じゃないから一人じゃないから。それではただいまからカリスマセミナーを町田教会のパウロ・ユミノ牧師にお願いいたします。それではセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きしたいと思います。ローマ人への手紙の8章28節をお読みします。ローマ人への手紙の8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞ、真の教師であるあなたが今日も豊かに臨んでくださり、あなたが導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今カリスマセミナーを毎週行ってますけれど、今日もですね、共に学んでいきたいと思います。で、私たちは今このパウロ秋元牧師が書かれた御声に聞き従う第2章、これを通してですね、学んでいますけれど、今日は12章ですね、神の計画を行うための賜物が与えられるというところから学んでいきたいと思います。神様の、ね、働きというのは時というのがあります。そして、私たちがそれを捉えて、そしてまたそれをそのために祈っていくというのもですね、非常に重要なことになってきます。世の中でも、ね、いろいろな節目というのがあるんですね。で、今年はなんか
IT 関係の、大きな節目だということをね、どっかの新聞に書いてありました。で、50年前はムーアの法則って、なんかこう半導体の、ね、集積度がどんどん上がっていく傾向が、それが発表された時だということが言われてましたし、40年前はね、皆さんもご存知の Windows とかマイクロソフト の、 なんだっけ、ワードとかエクセルとかね、それを作り出したマイクロソフトが創業した年だったんですね。で、30年前は皆さんが使ってる iPhone とかね、なんかの Apple、 それの創始者である一人のスティーブ・ジョブスってもう死んじゃいましたけど、その人がね、一度 Apple から追い出されたことがあるんですね。で、その追い出された時が30年前で、20年前は今アレチニカーミュージックとかクモ虹とかね、そういったところが Amazon で CD とか歌集とか本を売り出すことができるようになってますけど、その Amazon がね、動き出したのが20年前なんですね。で、10年前はIBM のパソコンがレノボっていう会社に、ね、売られて、そして今年もなんかがあるんじゃないかっていうことをね、言っているようです。でも私たちの歩みの中においてもですね、神様が計画を持ってちょうど節目とかこの変わり目っていうのをね、見せてくださってるんですね。で、私たちの歩みの中においてもちょうど今どういう形になってきてるかっていうと、パウロ・アキノ牧師がよく言われますけれど、ちょうどその、霊の戦いが、全国の霊の戦いが終わり、そしてまたちょうどその前にね、私たちがいろいろお世話になって、そしてまたカリスマの働きを、の先駆者としてね、私たちにいろいろ教えてくださった、そしてまた学ばせてくださった新井先生が昇天された。で、それが一つの区切りにもなってますし、そういった形で、こう、いろいろな区切りが表されてるんですね。で、ちょうどその時に、秋元牧師も体調崩され、そしてまた、出血したり、いろいろしたんですけど、ちょうどその時にね、うちの妻も出血したり、そして私もですね、ちょうど大変な時があったんですね。今、ちゃんと声が出せますけれど、ちょうどその頃ですね、私、喘息がひどくなって、毎日咳き込んで、そして夜も眠れない感じでですね、咳が出て、で、そういう期間がずっと許されてたんですね。で、薬を飲んでもこれやっても全然効かないっていうことがね、許されて、試練が許されてました。で、そういった形でね、今その神様がね、いろいろな時っていうことを示してくださってるっていうことをね、本当に思わされます。で、その世界情勢を見ても確かにいろいろな形で、神様のね、働きがこれから起こるんだなっていうことを思わされることがたくさん出てきています。で、神様の計画はこれから終わりの時にね、大きなリバイバルを導くっていうことをね、言っておられます。もちろんリバイバルっていうのは多くの方々が救われてくることですけれど、それは神様の計画の中にあるわけなんですね。で、例えばこの世界情勢を見てみてもね、確かに終わりの時が近づいてるっていうことが思わされます。例えばよくニュースを見てると世界でね、クリスチャンがすごい迫害されてきています。で、アメリカでさえも同性婚を反対したりとか聖書のことを言ったりすると迫害を受けるような時代になってきてるんですね、クリスチャン国の。で、また地震やなんかでもこの前、悲惨なね、思ってもいないなところでネパールで地震が許されました。で、聖書では確かに方々に地震が起きるって書いてあるんですね。で、そういった事柄を通してもやはりいろいろ神様の計画の中で動いてるなということを本当に思わされます。で、この神様のね、これから働きがリバイバルに向かって大きく進む時であるということをですね、ぜひ皆さんそういったことを通して見といていただきたいんですね。なぜかって言いますと、この終わりの時の一つの大きな印っていうのは賜物の働きです、カリスマの働きです。で、それはなぜかって言いますと、使徒の働きの2章にヨエルの預言が引用されています。で、ヨエルの預言にはもちろんこれはペンテコステの時にこの聖霊が注いでですね、そして神様の素晴らしいこの聖霊の働きによる
技が表されたわけですね。そして多くの癒しとか奇跡が起こり、そしてまた多くの方々がその時救われました。でそれがですね、まあ、初めの雨と呼んでるんですけれど、そのヨゲルの予言の後半のところっていうのは、まだ成就してないんですね。でその聖書に何て書いてあるかっていうと、この大いなる輝かしい日が来る前にっていうふうに書かれてますけど、これは再臨のことを意味してるわけですね。ですから再臨が来る前に、そして太陽は闇となり月は血に変わるっていうことが書かれてますけど、これは黙示録の6章に書かれてますから、黙示録の時代にそういったことが起こるっていうことをね、私たちは知ることができるわけです。ですから働きとしてですね、この初めの雨が今から約2000年前にね、ペンテコステの時にこう下って、そしてここでカリスマの働きが表されたわけですね。ところがしばらくしてこの働きがなくなって、そして1906年にアズサリバイバルが起きて、そしてまたこのカリスマの働き、賜物の働きが表されてきてるんです。そしていよいよですね、この黙示録の時代、観覧時代ですけど、この前半のところで神様が素晴らしい、この賜物の働きを通したリバイバルをですね、表してくださるっていうことをね、私たちは聖書を通しても知ることができます。ですからそのことをまず覚えておいていただきたいと思います。そしてなぜ、このカリスマの働きが重要かっていうと、この、リバイバルの働きっていうのはね、私たちがやるものではありません。神様の力があってこそ、その癒しとか奇跡とか救いの技が表されてくるわけです。ですから、その神の計画の中で私たちがそれを行っていかなければ、その大きな技を見ることはできないわけなんですね。で、そのために、やはりそのカリスマの働きっていうのは、私たちがきちんと学び、そして、それをちゃんと実践して用いていくっていうことが非常に重要なことになってきます。で、この賜物の働きっていうのはですね、聖書には、第一コリント人の手紙のね、14章1節には、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に、予言することを熱心に求めなさいって書かれています。だから賜物を求めるっていうのはね、聖書に書かれていることなんですね。でそれを求めていく、そしてまた、いわゆるの予言においても、皆が予言するっていうことが書かれてますけれど、その終わりの時にね、予言するっていうのは非常に大きな意味合いを持ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。もちろんイエス様の時代にね、どういうことが起こったか、あるいは使徒の時代にどういうことが起こったかっていうと、その聖霊様の力ある御業によってですね、癒しが起き、また奇跡が起き、そして救いが表されたんですよね。ですから当然、この賜物の中にも癒し奇跡がありますから、それが大きく用いられることは確かです。しかし特別に、この予言というのがね、非常に大きな意味合いを持っているということを聖書を通して、先ほど読みした第一コリントのところを14章1節においてもですね、特に予言することを熱心に求めなさい。それから夜の予言においても皆が予言するって書いてあるようにですね、予言っていうのは非常に大きな意味合いがあるっていうことを私たちは知ることができるんですね。でそのことに関して私たちはきちんと学んでいく必要があるわけです。で賜物に関してはですね、これは神様が教会に与えられたものであるということを忘れてはいけません。で正しく用いていかなきゃいけないんですね。で聖書通りに用いていく、それはこの教会に与えられたものであるということと、もう一つはちゃんと本当にそれが神様からのものかどうかを吟味しなさいということが、書かれているわけです。ですから霊的なものは、まあ、予言にしても何にしてもちゃんと吟味していかなきゃいけないんですね。でこの2つが揃ってこそ、ちゃんとした形でカリスマの働きを進めていくことができます。
で、教会に属するということは、教会の管理の中で、また教会の秩序の中で用いていかなければならないということですね。それをぜひ覚えておいてください。そして吟味は、もちろん一人一人がね、本当にそれが神様から来たものかどうかを、確認して用いていくということをですね、覚えておいていただきたいと思います。それで、予言というのはですね、神様からの言葉を預かるということですけれど、これは、神様の、ね、言葉を知るということは非常に大きな意味合いがあります。なぜかというと、このリバイバルにおいても神様の計画のうちを私たちが歩むときにそれを見ていくことができるわけです。ですから神様が何をなそうとしておられるか、神様の計画を行っていくんであれば神の声を聞かなきゃいけないわけです。もちろん聖書を通して語ってくださる時もあるでしょうけれど、しかし予言っていうのがですね、その神様の計画を行っていく上で非常に大きな武器になる、非常に大きな、この道具となっていくっていうことをですね、ぜひ皆さん捉えておいていただきたいと思います。で、この予言がですね、具体的に、私たちにいろんなことを語ってくださるわけです。予言を通してですね。で、それをちゃんと用いていくっていうのは非常に重要になってきます。ですから、この祈り聞き従いの歩みの中で、この予言っていうのが非常に大きな位置を占めているっていうこともぜひ覚えておいてください。そういった中でですね、私たちはセミナーの、カリスマのセミナーなんですけれど、この御声に聞き従うっていうことをしっかりと学んでいってるわけですね。で、今日のその神の計画を行うために賜物が与えられるっていうところなんですけれど、パウロ・アキノド牧師のね、証を通していろいろ書かれています。で、一部を読みさせていただきます。これは聞き従うとき能力が開かれるっていうことで書かれています。で、クリスチャンになるまで私は生まれつきの能力の差に諦めを感じていました。しかしクリスチャンになって生まれつきの能力とともに主が与えてくださる賜物、主が開いてくださる能力を体験し始め、考えが大きく変わったのです。その体験は聞き従うことによって開かれました。私たちが主に聞き従うとき、主は霊的賜物を与えてくださるとともに、肉的な能力をも開いてくださいます。それは主に聞き従うとき、私たちは神の計画を行うことになりますが、神様はそれを全うする力を与えてくださるからですって書いてあります。ですから、神様はですね、いろいろな形で神様の働きをするために、いろいろな力を与えてくださるわけです。能力を与えてくださるんです。で、その大きなポイントは、聞き従うときに開かれてくるっていうことがね、この本に書かれてるんですね。で、この、ここに書いてあるのはですね、面白いことに主は生来の能力の秀でた分野で私たちを用いることもありますし、特に劣っている分野で用いることもあります。劣っている分野では主がご自身の力を表され、能力を開き増し加えてくださるのですって書いてあります。で、この後非常に興味深いことが書かれています。それは私はよく長男のヨハネ君に、献身したら神に聞き従って神の計画を行うようになったらいろいろな能力が現れると言っています。これは励ましではなく、本気で特に優れた能力が、現れてくると確信しています。もちろんヨハネ君はいろいろに能力があります。しかし聞き従ったら今の能力とともに神の計画を成就するための能力が現れてくるはずなのですって書いてあります。皆さん、先ほどね、ギフツで、歌ってて、向こうから二人目いたのは、ヨハネ君ですよね。で、あと、今日はあれですけれど、海外選挙なんか行くと、しょっちゅう映像を撮っています。で、結構センスがあるんですね。で、編集なんかももうすぐできるようになっちゃってる。で、この時はですね、この本を書かれた時はまだヨハネ君は全然そういう聞き従いの歩みに入ってなかったわけですね。でもパウロ牧師はもう聞き従ったらもう絶対現れてくるよっていうことをね、ヨハネ君に伝えしたわけです。
で、それがですね、今、本当にヨハネ君が自分でね、神様の道を歩み始めたときに、賛美の形で、その賜物が現れ始め、そしてまた、映像のね、働きにおいてもその賜物が現れ始めてるっていうのはね、非常に本当に興味深いですよね。で、ここに語られてることが本当に成就してるっていうことを私たちは見るんですね。で、ギフスで思い出しましたけれど、その隣で歌ってたはじめくん。で、はじめくんはですね、小さい時から私は知ってるんですけれど、小学生の頃ね、坊ちゃん狩りで、で、可愛かったんですけど、まあ今でもあれですけど、ある時ね、会った時に、すごい絵が上手だったんですね。で、あ、はじめくん絵が上手いねって言って褒めたらですね、でも僕、勉強できないもんとか言ってですね自分を卑下してたんですね。でも私、この子は芸術的なセンスがあるんじゃないかなってことをね、非常に思ったんですね。で、いつの間にかですね、彼がドラム叩いてたり、ギター弾いてるのを見て、そしてまた、いつの間にかですね、ギフスのメインボーカリストになったり、そして、オーケストラでもね、このチェロまで弾くようになってる。で、不思議な形でね、どん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 成長していってますよね。で、神に仕えていくときに、いろんな賜物が開かれていく。もちろん私はそれは彼が生来持ってた一つの賜物だと思いますけれど、それがどん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 生かされていってるっていうことなんですね。ですから、神様は私たち一人一人に大きな計画を持っておられるわけです。だから、その計画のうちを歩み始めるときに、私たちが本当に従ってその神の計画のうちに入るときにですね、私たちにもう前から備わってた力がどん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 こう飛躍的に伸びていくとともにですね、できなかったことさえも神様はそれを益としてくださって素晴らしい賜物に変えてくださるということもね、多々あるということなんですね。で、ですからこの元々の賜物が生かされる場合と、あるいは弱いところが強いところに変えられていくっていうことがあるっていうことなんですね。ですから、とにかく聞き従って神様の道を歩むときに、いろいろな面で神様が働いてくださって、私たちの歩みの中でいろんな能力を引き上げてくださり、そして働きに必要なものをどん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 与えてくださるっていうことが、書かれてるんですね。そしてまたそれを私はもうどんどん見てきています。で、いろんな牧師の人たちがね、明かししますけれど、昔は全然話せなかったとかね、いろいろこう言いますよね。でも、本当かいなって思うぐらいね、人が変わってるのを私は見るんですね。で、やはり、その、変わり方っていうのがすごい、明確なんですね。で、このパウロ牧師が、この本に書かれてるのはね、自分は昔は上がり症で緊張症で赤面症だったっていうことがあって、本当にこの人前で話すというのはね、とてもできなかった。でもですね、神様に従っていった時にそれが大きく神様にあって変えられていったっていうことが書かれています。で、それは皆さんもね、メッセージしておられるのを見て、とてもこの人がね、赤面症で人前で話せないなんて誰も思わないと思います。で、それだけじゃなくて、インドへ行った時は何万人かのカンファレンスで大胆にね、こう、ああ言って、メッセージをされたり、あるいは海外選挙なんか行くとね、もう大胆に人の目なんか恐れずにもう、わーってやったりね、いろいろこう、やられるわけなんですね。そんな性格が本当にあったのか、ね、思うんですね。で、神様が変えてくださったんですね。で、神様は必要を与えてくださるんです。で、この神様がメッセージをしていくために必要なものを一つ一つ与えてくださり、そしてその緊張感とかなんかも取り除いてくださり、そしてその神様の働きをするために必要なすべてのものを与えてくださったっていうことがね、書かれています。ですから弱いところに逆に主の力が現れたっていうことが書いてあるんですね。で、私たちの歩みっていうのは、確かに、この神様の計画をしていく中で、自分はこんなことはできないなとかですね、こういうところが弱いっていうふうにね、思う方がたくさんおられるんじゃないかと思います。
で自分の欠点というのはねよく自分で分かりますし、そしてまた、ここは何ともならないなとかね、でもここは祈っていこうとかいろいろこうご自身で考えることあると思います。でもですね、主がそのお一人お一人に召されているところに立って、そしてその働きをするんであれば、神様がお一人お一人を変えてくださるということなんですね。でそれはこれからリバイバルの時がやってくるために必要な備えを今この神様はお一人お一人に導いてくださってるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私においてもですね、まあ、ご存知のように私昔会社で働いてて、そして映像関係とか写真関係とかいろいろやっていました。で仕事でですね、ソフト使ってパソコン使ったり、ソフト使ったりしてですね、写真のいろいろな合成とかいろんなことやったりですね、あるいは色をチェックしたり、どうやったらより良い絵が得られるかとかですね、いろんなことをこうやってました。で私が会社辞めるときはね、もうそんなことはもうすべてもう絶対やらないだろうと思ってですね、もう完全にこう手放して会社を去ってきたんです。ところがですね、神様の働きっていうのは不思議ですよね。その後なんかインターネットの働きっていうことでね、ホームページをやらなきゃいけなくなって、そして、まあ昔やってたことがね、駅として用いられるようになってきて、昔よりね、いろんな細かいところまで、やるようになってきちゃってるわけなんですね。だから今までやってたことが生かされるとともに、また神様に従っていったときにですね、神様が力を与えてくださるということも非常に強く感じています。昔私すごい花粉症でですね、3月4月になると鼻水が出てね、止まらなかったんです。で皆さんも花粉症の方はよくわかると思いますけれど、一日にしてね、ゴミ箱のが、ちり紙でいっぱいになって、まあ、いっぱいで終わるどころじゃなくて、2杯ぐらいになるかもしれませんけど、とにかく止まらないわけですよね。で、これはですね、メッセージするときに、鼻水出しながらね、こうメッセージするわけにもいきませんし、で、祈ってたら神様がね、癒したっていうことを言われて、そして、その信仰は悩みをして、それからマスクを外してね、やり始めたら、本当に、毎年毎年すごい、血がみいっぱいのあれが全然なくなってですね、で、メッセージの時も全然、できるようになったんですね。で、今、この、目の方祈ってなかったのでね、目の痒みは出ますけれど、しかし鼻水出なくなっちゃったんですよね。で、やはりその、メッセージするために鼻水が出っぱなしだとね、メッセージもできないんですけれど、それも神様が癒してくださったんですね。必要を神様はご存知であって、そして、その、やるべき力を、ね、普通じゃちょっと考えられないことも神様はなしてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でもその時に非常に重要なのは、私たちが本当に神様が言われている計画のうちをちゃんと歩むかどうかっていうところにあるわけです。ですから私たち一人一人がこのリバイバルに召されているものとして、一つ一つ小さなことにあっても神様に従っていくんであれば、神様がない力を与えてくださり、またある力はさらにそれを増し加えてくださり、神様の働きをするために私たちを整えてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですからこの神様に従っていく歩みは本当にこの私たちの人生において、また神様の道を歩む上で本当にこう最善であるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。